ロの方って手でフェース面を意識させるスライスする人とかだと、うん、こういう風にやっちゃうよね、うんうん、そうすると多分ナナエちゃんの目線からは青いラインが、うん、面が結構見えちゃってる、うん、どうも群馬でゴルフのレッスンをやっているもちけんですと、はい、アマチュア女子ゴルファー代表高沢ナナエです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近ナナエちゃんはゴルフでお悩みとかってあるんですか？はい、うん、悩みはもうずっとあるんですけど、うん、まあ特にアイアンの悩みだと、うん、まああんまりやっぱ高さが出せないっていう悩みと、あと打つときにどうしても無意識に手先でこうクイッと こねちゃうっていうのかな、うんうん、なんかこうやっちゃう癖があって、そこが今の悩みですね。なるほど。じゃあちょっと左に行きやすい感じ？そうなんです。なんかもう捕まっちゃって、なんか綺麗にドローボールだったらいいんだけど、もう捕まりすぎて、うんうんうん、あれ思ったより左に行ったなっていうことが多いですね最近は。あ、なるほど、うん、そうね。そうするとなおさら低くなっちゃうもんね。そうなるほど、わかりました。じゃあそのお悩みを解消したいと思います。はい、お願いします。行ってみよう。やってみよう。はい、はい、じゃあナナエちゃん一回、はい、打ってみてください。行きます。おー、うん、お軌道はいい。おお、いいね、うん、上がったね球。あ、ほんとだ。あ、球上がったのか。うん、ちょっと上がった。おお。ではちょっと失礼しますね。はい、ということで、ちょっと私が気になったのが、はい、インパクトの時に、うん、あの、まあ、インパクト付近の時に上げて、うん、多分ね、うん、腕がちょっとスレンダーじゃない？スレンダーちゃんってだから多分ね、うん、体にね追いつかなくなっちゃってるんだと思う腕が。なんでここの右脇の部分が少しね隙間があるんよね。できればこの右肘を内側に入れてくるともうちょっとスイングスピードも上がるし、ちょっとね上半身が置いてきぼりになっちゃってる。そうなんだ。なんか下半身から行かなきゃっていう意識が、うん、そう、それは合ってるの。そう、遅れすぎてるのか。そう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 、下半身から行かなきゃは超正解なの、うんうん、なんだけど上半身がそれに対してついてこなくなってるんだよね。なんでちょっと腕も振ってあげるとすごくいいっていう風になる、うん、はい、じゃあちょっとそれを意識して、はい、あのこっちを正面として軽くイメージを出してもらっていいですか？はい、右肘を、そう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 、そう、ここの右肘を、うんうん、あの内側に持ってくるっていう風にしてあげるとすごくいいの。で、うん、そのイメージをさしてる時にこのフェースの向き、うん、見てもらうと開いてないですか？うん、開いてる。そう、開いちゃうんですよ、はい、体の、あの形を意識しだすとフェースってそっちのけになっちゃうの。うん、確かに。そうだから基本的になんか皆さん、あのなんだ、体のイメージを出すときにだいたい開いてるの、フェースって。だって、うん、気にしてないじゃん気にならなくなっちゃうじゃん。そう、こういう意識がある。そう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 、なんか全部開いていっちゃうの、うん、そう、それを解消してくれるのがこちらの愛の手です。愛の手、愛の手、よっつってで、これをここのグリップの先っちょの部分に取り付けます。結構ね、グリップの部分がね、あのゴム製になってるので滑りづらいです、うん、で、なんか補助のテープを貼り付けて、まあ、こんな感じでフェースと同じ向きになってれば OK です。うんうんうん、はい、大丈夫？はい、なってる？うん、そしたらなってる。ちょこっとそのさっきのイメージをさっきのイメージでしてもらって、そうそうそう、その時に見て、手がまっすぐになってればいいの、自分にと対して。こう来た時にこう、そう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 、そうするとさ、なんかフェースの向きさ、うん、見ないと難しいけど、うん、なんか合わせづらいなって思うけど、これだったらさ近くに手元にあるからさ、うん、見やすいよね。見やすいすし、なんか色で分かりやすい。あー、確かに、うん、青が見えちゃうもんねこうね、うん、そう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 、それがまっすぐですよっていう。じゃあそこに戻してきてくださいね。
はい、そう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 、まあイメージとしてはこの辺から合わせてくるといいね。この辺からあの青とピンクのラインが見えてくると合わせやすいよね。うん、っていう感じです、はい、イメージはちょっとゆっくりでいいので、はい、打ってみましょうか。はい、今結構しっかり振った。今しっかり振った。だから普通に振っちゃった。でも普通に振れた。普通に振れた。普通に振れた。おお、そう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 。うんうんうん、ですね。まあ、その意識をさっき言った右肘が遅れないように、うん、そうそうの意識を持ちながらフェース面を気にするっていう風に、まあ、常にフェース面って気にしてあげないといけないものなので。で結構レッスンやってるプロの方って手でフェース面を意識させる。なんでこれすごく便利ですよね。うん、でかいし。でかいし。なんかこう手元に近い分見やすいから。うんうんうん、目に入るもんね、うん。確かに意識しやすいかもここにあると。うん、ね、うん。そう。パッて開けた時には青い面が正面から見えているように。うん、あ、じゃあそちら正面として。はい。そう、青い面が見えているように、うん、振った時にはピンクの面が見えているように。ここでピンク、そう、で、こっち側ピンク、こうね、そう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 、はい、っていう風に。でそれがやっぱりスライスする人とかだと、うん、持っててね、ここからちょこっと上げてこういう風にやっちゃうのね、うんうん、っていう人も多いから、うん、そのそうすると多分ななえちゃんの目線からは青いラインが、うん、面が結構見えちゃってる、うん、っていう感じになっちゃうので、必ずピンクっていう風に振ってあげるとスライスっていうのがちょっと緩和されてくるよっていう。なるほど。ということで、当初のそのななえちゃんの球の高さが上がらないっていうお悩みに、うん、なんだを直したいので、はい、そこの直すポイントとしては、右肘がちょっと、うん、まあ、腕が遅れて入ってきちゃってるから、うん、ちょっとヘッドスピードを上げて球を上げようっていうのが目的っていうことと、はい、うん、あとはちょっとダウンブロー、打ち出し角をもうちょっと上げたいので、うん、ダウンブローにちょっと横から払い打ちみたいな感じになっちゃってるので、うん、そのクラブの角度をちょっとつけて、はい、球をポンって上げさせようっていう2つの目的があるので、はい、右肘をナナエちゃんの場合は内側に入れて、うん、インパクトするとよりよく球の高さが上がりやすくなりますよっていうのを言いたかったです。はい、はい、でそこでその右肘を、インに引っ張りつつフェース面を気にしてほしいので、はい、このダイヤプロ愛の手っていうグッズをちょっと取り入れてやってみました、はい、今日は。はい、はい、ということで最後右肘を内側に入れて球の高さ上げながら、はい、これドリルとしてやってほしいのでね、うん、これで素振りをいっぱいして今ちょっとイメージをつかんだので、そうそうそう、実際じゃあこれを外して、うん、やってみてください。打ってみたいと思います、はい、いい音はしたけど、お、あ、でも18出てるかも。あ、でも高さいいね。ね、18出た。ここが治ってくると、うん、球がどんどん上に上がってくるからダウンブローで入りやすくなるからね、うん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 、はい、っていう感じで、ぜひこういうものを使ってフェース面の意識っていうのをやりつつ、はい、スイング修正っていうのを頑張ってみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。